大きな遺跡だな。手に入れたアクアドロップはまだ2つ。ソレントさんに聞いた洞窟でも見つけられなかった。一体どこに隠されているんだ。久しぶりだな、ドラゴン龍鳳。あなたは玄武。驚いたぞ。以前とは比べ物にならんほどのコスモ。やはり龍の子は龍か。もし僕のコスモが高まっているのなら、それはあなたを倒すためだ、玄武。ライブラのゴールドクロスを、父さんから奪ったクロスを返せ。奪ったとは人聞きの悪い。クロスが俺を選んだのだ。僕は認めない。そのクロスは闇の手に落ちないよう、父さんがずっと守り続けてきたもの。あなたが持っていていいものではない。ならばどうする。力ずくでも取り返す。よかろう。お前がどこまで強くなったか、この玄武が確かめてやる。そのクロス返してもらうよ。いつぞやのブロンズか、相手をしてやる。ラウンド1ファイト。はっ、このたたたこのたまだまだ。僕は背負ってるんだ。
驚いたぞ。この前会った時とは別人だな。さあライブラのゴールドクロスを渡せ。残念だがそれは無理だ。何？お前も分かっているはずだ。クロスは自らが認めたものにしか力を貸さない。お前にはこのクロスを扱えん。だがお前の覚悟は伝わった。さらにコスモを磨くがいい。楽しみにしているぞ。なんだって？ブロンズ相手に本気を出す意味もあるまい。そんな。だがお前にはこれをやろう。さあ持っていくがいい。これは俺が探し出したアクアドロップだ。お前もポセイドンを倒すためにここまで来たのだろう。礼は言わない。あなたは僕の敵なのだから。それでいい。強くなれ龍鳳。この俺に勝てるほどにな。島の北端にある神殿。間違いない。ポセイドンが言っていたのはこの神殿だ。ソレントさん、約束通りここまで来たか。ポセイドン様もお喜びになるだろう。そのことなのですが、実はまだアクアドロップが集まっていないんです。だからポセイドンの結界を解くことはできない。いくつ見つけたんだ？全部で4つです。ならば心配はいらぬ。残りの3つはこの私が持っている。なんですって？ユナやソーマはどうしたんですか？彼らもアクアドロップを持っていたはず。君と同様に彼らとも戦ったのだがな、残念ながら私に勝つことはできなかった。彼らも良いコスモを持っていたのだが力が足りなかったようだ。それは力の足りないものをポセイドン様に合わせるわけにはいかない。だからその分のアクアドロップは回収してきた。それでゴーガ君たちは？それなら心配いらない。彼らは無事だ。よかった。さあこのアクアドロップを受け取れ。私に勝った君にはその権利がある。わかりました。これは？なんだ？それがポセイドン様のコスモを秘めた戦闘衣、トリトンのスケールだ。それがあれば結界の先に進めよう。これがトリトンのスケール。さあ行け、龍鳳。この先でポセイドン様が待っている。ソレントさん、ありがとう。広い。
ここがポセイドンの居城なのか。待ちわびたぞ、ドラゴンのセイントよ。ポセイドン。約束通りアクアドロップを集めてきたようだな。はい、一つ聞かせてください。本当にあなたは僕たちセイントを鍛えてくれるつもりで？勘違いするな。私はマルスに地上を渡したくないだけだ。もしお前たちの力が足りないと分かれば、セイントを滅ぼした後、私自身でマルスを倒す。それだけのこと。そんな。劉邦、すべてはお前次第だ。もしも私に勝つことができたのなら、私は再び眠りにつくことにしよう。だが、もしお前が負けたのなら、その時は全てのセイントを倒し、私が地上を滑る。そんなことは絶対にさせない。もはや言葉は不要だ。その力存分に見せてみよう。この力、みんなを守るために。神に勝てるとでも思ったか。ラウンド1、ファイト。このオッケー、ドフェル。このタワータワー、やるな。この程度で。この、くらえ。危なかったよ。やるな。引き込め。くらえ！くらえ！ゴノ！まだだよ！この手で！ラウンド2！ファイト！とどめだ！危なかったよ。やるな。危なかったよ。この程度で。まだだよ。やるな、やるな。やるな。くらえ。危なかったよ。引き込め。この程度だ。やるな。この程度だ。この食らえ。これが
父さんから受け継いだ力。なんとか勝てたのか。見事だ、ドラゴン龍鳳。いや、僕の力など神には及ばない。あなたが本気になればこんな結果にはならなかったはずです。僕はもっと強くなります。この戦いで自分の弱さが分かりました。地上を守るためにはもっと強く、もっとコスモを燃やさなければならない。そしていつか必ずマルスを倒します。その言葉を待っていたぞ、ドラゴン。ならば私は眠りにつこう。地上は任せたぞ、アテナのセイントよ。はい。ではさらばだ。これは、トリトンのスケールが消えた。ポセイドンが眠りについたということなのか。ありがとう、ポセイドン。僕らは必ず地上を守り抜いてみせます。さあ、地上に戻ろう。みんなが待っている。